知ることだよ、カイム。知ることで見える世界は変わる。良くも悪くもな。無知ゆえの無為は許されると思う。だが、知った上での無為は罪だ。すみません。長い間、休憩しちゃって。昨日はなかなか戻ってこないので本当に心配しました。今までの努力が全部無駄になるところでしたよ。すみません。でも安心してください。気分転換できましたからまた頑張ります。ありがとう。すぐに実験を始めさせてもらいます。はい。実は今日から新しい実験を始めるのですが、正直なところかなり苦しいと思います。はい、大丈夫です。こちらなのですが。これは福音と呼ばれるものなのですが、簡単に言えば天使の力を粉にしたものです。今までは羽根付きを浄化してもらってきましたが、これからは福音を浄化してみてください。はい、わかりました。まずはこのくらいから始めてみましょうか。すまない、遅くなった。いえ、戦況はいかがですか。反乱軍の戦力はかなり削ることができた。一時はかなり押し込んだのだが、敵は持ち直しつつある。どうやら指揮官は難を逃れたようですね。ジーク殿か、さすが悪運が強い。次の解放までにはしばらく準備が必要です。概算ですが、あと3日ほどはかかるかと。3日か。一応準備は進めてくれ。使う可能性もある。了解しました。しかしこれでますますティア君には頑張ってもらわねばならなくなったな。一気に覚醒を促したいところだが。厳しそうだな。ティアさんの苦痛は、人であろうとする意志が体を天使に作り変えようとする力に反発している証であるとのことでした。福音はかなりの純度ですから、痛みも当然でしょう。できれば早く痛みから解放してやりたいが。ティアさんの体が天使に近づけば徐々に和らぐかと思われます。一定の水準を超えればむしろ天使の力を求めるようになるのではという仮説も出ています。なるほど。福音か。ギルバルトはあれをさらに生成して人を蘇生させる薬を作ろうとしていたのだな。できたのは黒羽を作る薬だったようですが、やはり天使の力は我々の手には負えないのかもしれません。弱気なことを言うな。私たちがやらなければ誰がやるのだ。申し訳ございません。そうです。一つ悪い報告があります。なんだ。
ティアさんですが、昨夜皆無と交渉を持ったようですね。強く自己を認識する行為を行ったせいか、覚醒水準がやや後退したとのことです。なるほど。彼は今どうしています？わからない。だがもう会うこともないかもしれない。そうですか。残念か。ご冗談を。彼に頼むことはもうありません。相変わらず手厳しい。ルキウス様、ルキウス様のおそばには私がおります。何なりとお申し付けください。ああ、ありがとう。ちょうどよかった。どうしてこんなところに？カイムに会いに来た。お前、街がどうなってるか分かってるのか？そんなの子供が見たって分かる。国王軍に見つかったら殺されるぞ。よく考えて行動しろ。考えた結果の行動だから。死ぬつもりか？違う。皆無に会わずに死ぬのが嫌だっただけ。俺に何の用だ？あいにくと治療してもらうほどの怪我はしてないが。これからするご予定は？ないな。あら、残念。でもこっちの方は良くないわね。顔の作りは関係ないだろ。そう？スラムにいる小じきみたいな顔してるけど。放っておけ。せっかく心配してあげたのに。カイムに会いたかったのは、渡したいものがあったから。はい、これ。金？何の金だ？前に言ったじゃない。カイムが私を身請けしてくれた時のお金。返しておきたかったの。あの話か。お前、
敵だったのか。こんな時に金なんか。こんな時だから、こんな時だから、すると決めたことをするの。渡せてよかった。この町もうダメかもしれないわね。戦ってる人たちも何のために戦ってるか分かってないみたい。ジークか。そうね。口では救世主がどうとか言ってるけど、あの変態もそんなこと信じてるわけないし。理由もなく戦争してるのか。どれだけの人間が死んでると思ってるんだ。カイムは分かってない。なんだと。理屈じゃないから。あの変態は黙って死ぬより行動することを選んだだけ。その先に何があるかなんてきっとどうでもいいんだと思う。やけになってるのか。違う、動かないのに我慢できなかったんだと思う。もうすぐ死ぬかもって時に先のこととか関係ないし、私だって皆無に会う前に敵に見つかって殺されるかもしれなかった。でもカイムに会わないなんて選択肢はなかったわ。もう少しマシなことに時間を使え。お前の言うように都市がもうダメになるならなおさらだ。だからこそもうすぐ死ぬかもしれないから絶対にやり残したくないことをする。だって後悔なんてしたくないから。それが金か。違う、私が私になれたってことをカイムに伝えたかった。迷惑をかけてきたから、お金は手段でしかない。エリス。崩落が起きてからたくさんの人を見取ってきたけど、人間後悔を残して死ぬっていうのは意外と怖いみたい。日頃はダラダラ生きてるだけなのにね。これからどうするの？やるべきことがある。そう、あんまり楽しそうなことじゃなさそうね。なぜそう思う？暗い顔してるから。ま、気が進まないのは確かだから。だったらやめたらいいじゃない。誰かに弱みでも握られてるの？いや、明日死ぬかもって状況でよく気の進まないことする気になるわね。尊敬しちゃう。明日死なないように今動くだけだ。ご立派ですこと。ま、せいぜい悔いを残さないように。もちろんだ。それじゃ俺は行くぞ。カイム。どうした？今までのお礼でも言おうと思ったけど、正直あんまり嬉しいことされた記憶もないし、でもなんだか責めるのも違うみたいだから困ってた。いやいや、欲しいやつだ。お互いに。そうだな。まあ楽しかったな。ええ、私も。またね。それじゃ。
どうだ、進行状況は。復員は7割方浄化させましたが、覚醒はまだのようです。頼む、ティア君。ノーバスアイテルの運命がかかっている。君さえ頑張れば皆を救えるんだ。頼む。私が皆さんを。そうだ、君が救うんだ。許しを請う必要などありません。よくお考えなさい。彼はあなたを裏切ったのですよ。え？そんなことありません。でも助けに来てはくれないでしょう。彼はあなたの命より自分が生き残ることを選んだのです。人間とは皆そのようなものです。違います。違います。あなたが苦しい思いをして救った町で今後も彼は生きていきます。最初はあなたに感謝することでしょう。でもそれも長くは続きません。人は裏切る生き物ですから。あなたに感謝していると言いながらも他の女性と関係を持つでしょう。想像してごらんなさい。彼があなた以外の女を抱いているところ。想像してごらんなさい。彼に抱かれて幸せそうな顔をしている女。どうした？痙攣が激しくなっています。あなたが命がけで救った町で彼はあなたの知らない女を抱くのです。いやです。さんを助けるためにこんなに苦しいのに。なのにほら、彼も知らない女に微笑んでいますよ。いや、許せません。そんなこと。翼が輝いています。新しい段階に入ったということか。おそらくは。よし、
間に合ってくれ、ティア君、頼む。そうか。もうすぐ死ぬかもしれないから、絶対にやり残したくないことをする。だって後悔なんてしたくないから。明日死ぬかもって状況でよく気の進まないことする気になるわね。尊敬しちゃう。まあせいぜい悔いを残さないように。ティアを救うんだ。
世の中にはできることとできないことがある。同時にすることとしないこともある。できるできないの話は結論が出しやすいが、するしないの話は違う。それぞれの考え方で答えが変わってくる。選択によって人が表現されるということだ。なんだお前は。ルキウス教があちらでお待ちだ。あんたに内密で伝えたいことがあるらしい。鍵を借りるぞ。何用か。出番だ、国王陛下。カイム！衛兵が寝ている間にここから出るんだ。オンに切るぞ。戦況はどうか。反乱軍は間もなく城に迫る。城門が抜かれればこの王家も終わりだ。まだ戦っていたのか。ルキウスめ、ふざけた真似を。行くのか、戦場に。もちろんだ。持っていけ。助かる。と言いたいところだが、私は戦いを止めに行くのだ。武器は必要ない。お前、なぜ私を助けた。ルキウスの腰巾着ではなかったのか。そう思われていたのか。違ったのなら謝るが。かつては腰巾着だったかもしれない。だが今は違う。それでいい。お前はお前であればいいのだ。始まったか。お前はこれからどうする。ティアを迎えに行く。ん？それはノーバスアイテルを滅ぼすと言っているのと同じではないか。わかってる。だからといってティアを犠牲にはできない。あのカイムが最後はそれか。好きに笑うがいい。いや、すまなかった。存分にやるといい。止めないのか。私は私でやることがある。お前には最後まで世話になった。礼を言われるほどのことはしていない。さらばだ、カイム。お前のことはまあ嫌いではなかった。こっちもだ。リシア、バリアスが生きていれば今のお前に喜んで付き従っただろうよ。あいつはいつでも私のそばにいる。どんな刃からも必ず私を守ってくれるはずだ。ルキウス様、戦闘が始まったようです。王城が陥落するのは時間の問題かと。ティアの覚醒はまだか。まだ届きません。
印の残りはもはやわずかです。残念ながら覚醒には届かぬかと。ティアを天使の前へ運べ。牢獄をすべて解放し、その分の力をティアに移すのだ。え、解放の準備はまだ整っておりません。今解放すると想定していない場所が落ちる可能性があります。仮想や上層が落ちた場合、大きな被害が。都市全体が落ちるよりはマシだろ。しかしお前がやらぬのなら私がやる。わかりました。ルキウス様。どうした？もうこの場で私のできることはありません。私は戦場に参ります。戦場に行っても同じだ。一人の力では何も変えられん。そうでしょうか。あの狂犬が飲んでいたものです。人のみならば刺したる力にもならないでしょうが、狂犬ならばどうでしょう。お前、何卒ご命令を。今の技術では人に戻ることはできない。元より承知の上です。この命、ルキウス様の対岸のために燃やすとかねてより決めておりました。システィナ、可能な限り反乱軍を足止めせよ。よい。失礼します。進め！これが最後だ！お前ら、牢獄民の意地を見せろ。今まで何のために泥水をすすってきたんだ。やるじゃねえか、あの女隊長。こっちには救世主様がついてるんだ。お前ら、みっともねえところを見せるんじゃねえぞ。
レット、危ないから下がって。何を言うの。私が下がっては皆さんの士気に影響します。私には天使様の苦しまれるお声が聞こえます。